にちは、春風ツアーです。ポーランド旅行ワルシャワをご案内します。ポーランドはヨーロッパの中央、赤い六角形で囲んだこの場所にあります。そして首都ワルシャワは中央から少し東側に寄った場所です。今回ご紹介するのはキュリー夫人博物館です。キュリー夫人、マレー・キュリーさんは、ノーベル賞を2度も受賞され、そして偉大な科学者でもあり教育者です。この方が実はポーランドの出身だっていうことはあまり知られてなくて、フランス人だと思われている方も非常に多いです。夫の名前がピエール・キュリーっていうふうに、こちらの方も有名なので、その名前に引きずられてフランス人っていうふうに、夫のピエールさんはフランス人ですから、お考えになっている、思っていらっしゃる方も多いと思いますけれども、キュリー夫人そのものはポーランドのワルシャワのご出身です。キュリー夫人は2度ノーベル賞を受賞されております。ちょっと見にくいので少し画面を明るくしますね。顔認識があるので顔がなくなると明るくなります。こちらは最初のノーベル賞で、夫のピエールさんとご一緒に取られた物理学賞です。画面の左側にピエールさんとマレーさんの名前があるのが分かると思います。次に取られたのがこちら、これはお一人で、キュリー夫人お一人で取られた科学賞です。左側の方にアルフレッド・ノーベルというノーベル賞のノーベル財団の創設者のお名前もあると思います。キュリー夫人はパリやアメリカで研究生活を過ごされるのですが、ポーランドへの思いというのがすごく強くて、最初の物理学賞を受賞したその放射性元素のラジウムなどの放射性元素を発見して、それが物理学賞の受賞につながるのですが、その元素にポロニウムというポーランドから名前を取ってつけているぐらい、ポーランドへの思いというのは強いんです。そしてアメリカやパリでの研究生活の後はポーランドに戻ってさまざまな大学で講演したり教育者として活躍されます。そのキュリー夫人の博物館というのが生家ですね、お生まれになった家がこちらで、現在は博物館です。これはですね、旧市街広場から歩いて5分ぐらい、旧市街広場の北側を抜けてバルバ館を抜けて 2,3 分ぐらいでこの博物館に到着します。で、中2階に上がるんですけれども、文系の私から見ても本当に中学校の理科の実験室のような、こう言っては失礼ですが、大した器具もない粗末な実験室でよくあれだけのノーベル賞をお取りになられたと、科学への情熱、それから研究への執着というものを感じることができます。当時の生活やそれから研究機材、そういったものが保存されています。理系女の皆さんは一度ここに訪れてみてはいかがでしょうか。それからこのキュリー夫人博物館に関してキュリー夫人の手帳が展示されているという情報がいくつかのネットとかガイドブック等で出ていることがあったのですけれども、私こちらに伺って担当者の方に確認しましたら、そのような手帳はないと、展示もされていないということでしたので、その情報に関してはひょっとしたら間違っているのかもしれません。もし手帳がありましたらぜひご連絡ください。ワルシャワのキュリー夫人の生家、キュリー夫人博物館をご紹介しました。